皆さん、こんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で190回目となります。今回はシャープペンの回芯を使って音を良くする方法をご紹介したいと思います。このシャープペンの回芯なんですが、導通性があるんですよね。皆さんご存知でしたか？ちょっと試してみますね。はい、これは普通のシャープペンの回芯になりますよね。それではちょっと導通性を確認してみたいと思います。このシャープペンの回芯が電気を通すとこのように音が鳴ります。さてどうなんでしょうね。試してみますね。皆さんお分かりですか？このようにシャープペンの芯は電気を通します。導通性があるわけですね。それで具体的に何をするかというと、この回芯を使って備長炭の仮想アースの効果を上げたいと思います。つまり今お使いの仮想アースをアップグレードする方法になります。結果として音が変わります。なので現状よりもさらに高音質を望まれる方、または仮想アースを現在使っている方であまり音の違いがわからないという方なんかもですね、試してみるといいと思います。それで備長炭の仮想アースって一体何なのという方もきっといらっしゃるでしょうね。仮想アースとはこれのことになりますね。この仮想アースというのは本来のアース設置とは違いますが、これを接続することによってオーディオの音質改善に対して一定の効果を期待することのできる方法になります。この仮想アースについては否定的なお考えの方々も一定数いらっしゃるようですね。でもこの世の中には結果に理屈が追いついていない事象はたくさんあります。どうもこの仮想アースも現時点ではそれらに含まれるようですね。しかしこの仮想アースの効果についてはすでに広く認知されています。ということからもこの仮想アースはすでに市民権を得ているようですね。まあ考え方としてはいろいろですが、実際に音が良くなりますので私はこのように考えています。ですからまだ仮想アースを使ったことがないという方はですね、実際に良かれ悪かれ音は変わりますし、それに簡単に自分で作れてしまいますので、この機会に一度試してみてはいかがかなと思いますよ。トピックの83ではこの備長炭の仮想アースの自作方法をご紹介していますので、そちらをご覧いただいた上で自作し使ってみてはいかがでしょうか。材料もですね、ホームセンターと100均で揃ってしまいますので、お金もそんなにかかりませんね。とにかく費用対効果が大きいことだけは確かですよ。それではいよいよ備長炭の仮想アースのアップグレードのお話になります。仮想アースをお使いになられている方はすでに体感済みのことと思いますが、これを接続するととにかく音が変わりますよね。良くなりますよね。 SN 比や解像度が良くなるだけではなく、音の電気っぽさやデジタル臭さが薄れて、どこかアナログっぽい音、生音っぽい音に変わりますよね。音色なんかも変わります。つながりのいいシルキーな音の質感とでも言うんでしょうか。また音場再現においてもそのスケール感と奥行き感が増して音像定位も正確になるようです。どうでしょうね。皆さんも音の変化についてはこのように感じられているのではないでしょうか。この仮想アースの効果をですね、今回はさらにアップグレードする方法になります。それでは早速作業の方に移りたいと思います。はい、それでは作業の方に移りたいと思います。作業自体はもう簡単です。すぐに終わります。まずご準備いただくものですが、今回のテーマに不可欠な回芯ですね。何でもいいです。ご準備ください。何か余ってますよね。そうしましたら何か紙ですね、ご準備ください。この上にですね、この回芯を何本か置いてください。
お使いになられている仮想アースが1台の場合には5、6本くらいでいいんでしょうね。はい、このように置きました。そうしましたらこの紙で包んでください。このようにしないと散らばっちゃいますからね。そうしたらまずは指先で粉々に砕いてください。はい、まずは指先で砕きました。わかるでしょうか。まずはこのくらいに砕けますよね。ただこれでは砕き方が足りません。もっとはるかにですね、細かくしてください。そうしましたら今度はコンクリートの上とか何か硬いものの上で、何でもいいんですけれども、まあここではハンマーを使ってみます。こういったもので細かく砕いてください。はい、見てみますね。どのくらい細かくなったんでしょうかね。わかるでしょうか。ちょっとわかりづらいですかね。こんな感じですね。まだ長いのもありますので、もう少し細かくしてください。今度はどうでしょうね。はい、随分と細かくなりましたよね。このくらいまで潰してくださいね。砕いてくださいね。そうしましたら皆さんがお使いの備長炭の仮想アースですね、ご準備ください。作り方いろいろでしょうけれども、まあ大体似たような作りになっているかと思います。そうしましたら先ほど砕いたこの会心ですね、これを仮想アースの上から振りかけてください。これからもし仮想アースを作られるという方はですね、前もって炭になじませていただければいいわけですね。はい、このように振りかけました。そうしたらこれを少し揺らしてなじませてください。そうすると中の方まで落ちていくはずです。作業としてはこれで終了です。至って簡単です。ただたったこれだけのことで備長炭の仮想アースというのはアップグレードします。導通性が上がるようです。さらに感じのいい聞こえ方へと変わるはずです。また前回のトピックではテレビに仮想アースをつけるお話をしています。テレビに仮想アースをつなげると画面映りとテレビのスピーカーでもそれなりに音は良くなります。ということで当然私も仮想アースをつけてるんですね。前回のテレビに関するトピックの中ではちゃんとした仮想アースをご紹介していますが、実は私はテレビにはこのような手抜きの仮想アースをつなげています。これでも効果あります。ビニール袋の中に砕いた備長炭と銅のたわしとアルミのたわし入れてます。それで今回ご紹介しているこの会心ですね、これを砕いてたっぷり入れています。それでこれをテレビの入力端子の空き端子にですね、このようにつなげることによってテレビの画面映りというのはかなり良くなりますね。ですからこれから作られるという方はこういった手抜きのものであったとしても一定の効果はあります。ただですね、不思議なことにこれらの部材一つ一つというのは音に乗ってしまいます。まあテレビに関してはこの程度でもいいのかもしれませんが、やはりオーディオグレードの音質となると最低限ですね、このくらいの作りのものに仕上げてください。自分のためです。それで巷では仮想アースを称賛する方々ばかりではありませんよね。仮想アースを使うことによって逆にノイズを拾ってしまうといった批判的な考え方もあります。しかし残念ながらそれは事実です。ですからできる範囲内でのシールドはした方がいいんでしょうね。それとですね、この仮想アースの置き場所になります電源周りからは低周波の電磁波が出ています。ですから電源周りに仮想アースを近くに置いてしまうとそれらのノイズを拾ってしまいます。
なのでこの仮想アースの置き場所というのは電源周りからは30センチくらいは少なくても離してください。そのようにすることによって電源由来のノイズというのは減少します。電源周りから発生しているノイズの干渉というのは大幅に減りますので、この仮想アースの置き場所には十分注意してください。皆さんの中には仮想アースをすでに使っているけれども、あまり音の変化がわからない、違いがわからないという方はですね、もしかしたら仮想アースの置き場所が悪いのかもしれませんよ。もしこの仮想アースを壁コンセント、タップ、電源コードのそばに置いていたとしたら、現状ではそれらから発生するノイズを拾っている可能性がとても大きいですね。この点だけはご注意ください。置き場所一つで音が随分と変わります。作業としては以上になります。はい、こんな感じでした。たったこれだけのことで皆さんのお手元にある備長炭の仮想アースはアップグレードします。シャープペンの会心はお家にいくつか余っていると思われますので、お金もかかりませんよね。このようにすることによって音というのはさらに感じのいい聞こえ方へと即変わります。音の変わり方や感じ方はいろいろだと思われますが、私の印象としてはですね、より自然で生音っぽく聞こえますね。不対音が減ってすっきりとした聞こえ方で、ピアニッシモも際立ち余韻もはっきりしますので、華やいだ感じとでも言うんでしょうか。音の抜け感もいいですね。また音場再現においてもスケール感と奥行き感がさらに増した上に、音場定位が正確になりますので、より立体的な聞こえ方へと変わるようです。音の立ち上がりと消え際も明瞭で感じがいいですね。こんな感じでしょうか。会心を仮想アースに追加すると、私にはこのように音の変化が聞き取れます。ただ一点注意点があります。会心を仮想アースに追加させるとこのように変わるのですが、どうもそれと合わせてゲインと音圧も上がるようです。ですから会心を仮想アースに混ぜるときには一度に大量の会心を入れないようにしてください。音の様子を見ながら 3,4 本ずつですね、砕いて入れるようにしてくださいね。 3,4 本くらいでも音の変化は私には分かりました。それで私の場合には一つの仮想アースに対してシャープペンの芯は5本から10本ぐらいでしょうか、砕いて入れています。なので皆さんもこれくらいの量を目安にしていただくといいのかもしれませんね。ということで今回は備長炭の仮想アースのアップグレードのお話、ご紹介でした。思いのほか音は変わりますので、興味のある方はですね、ぜひ一度お試しください。なお先ほども言いましたが、仮想アースは電源周りからは30センチ以上離れたところに置くようにしてくださいね。そうじゃないと必要以上に電源由来のノイズを拾ってしまいますので注意してください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。